高天神城市の円形高天神城と六取り出の、一関係一、小笠山歳、二、脳が坂取り出、三、日が、峰鳥り出、四、獅子が花鳥り出、五、中村鳥り出、六、三井山歳、七、高天神城線上となった高天神山の、航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成高天神六鳥り出は、 現在、静岡県掛川市及び菊川市行きとなっている、東都海国上東軍にあった六カ所の戦国時代の城郭軍である。皇天神城の戦いに際して徳川方が、追記、利用した。武田勝頼法の皇天神城を包囲するため、徳川家康により築かれた六つの砦を指す。なお、皇天神六砦のうち、能が坂砦、火が峰砦、 獅子戸花砦、で、中村砦、で、三井三斎の五つは、後天神城を攻略するために、家康により、新たに築城された砦である。それに対して、小笠三斎は、もともと、今川内座根方の掛川城を攻略するために、家康により築城された砦であり、後に、勝頼方の後天神城の攻略に際して家康が、再活用したものである。なお、 家康の家臣である松平家忠は皇天神六砦の不審に携わっていたことから家忠日記にはこれらの砦の不審に関する記録が残されている皇天神六砦の包囲網の完成により皇天神城への兵糧や弾薬の補給は遮断されたその結果皇天神城の将兵は上に苦しみ城に立てこもる岡部元信らは苦境に陥った 元の村は主君である武田勝頼に救援を求めたが、勝頼は援軍を送ることができなかった。第二次高天神城の戦いにより、高天神城が落城し、元の村が内死にすると役割を得た6つの鳥でも廃止されることになった。ありがとうございます。